日の あれできたー、よかった。こんにちは。お、ありがとうございます。そうなんです。ゆうちゃん来ちゃった、ありがとう。ハートありがとうございます。だるまじゃなくてタコもありがとうございます。すごい。そうなんです、実はね、さっき一個前の配信で作ってたパズルが完成しました。そう、あと2ピースだったのだけど、配信終わってすぐにできちゃったんです。いきますよ。え、ゆめたんいる？どこ？ゆめたん？どこ？わかんない。ゆめたん？はい、じゃーん、こちらです。はい、ちょっと先ほどの間違えて口が滑って言ってしまったんですけど、ボムボムプリンくんだよね、確か。ボムボムプリンくんでした。イエイ。そう、デコ出しかっか、待って、はずい。え、はずしい。ゆめたんごじってます。はずしい。そう、完成やっとできたよ。わかる？かわいいですよ。なんかさ、ちょっとここお腹がかわいいよね。お、誰もありがとうございます。え、それふなっしーだよ、だって。なんかゆうのこと騙そうとしてる人いるんですけど、騙されませんよ。はい、じゃあね、この枠ではね、ちょっと電話配信をしていきたいと思います。メンバーに電話をしちゃいますよ。おさらもいる、ほんと？さらー。さらのあの755見たんですけど、なんかおじやは田舎じゃないよって言ってた。そう、電話をしちゃいまーす。電話来るかなって。どうだろうね、電話行くかな。ちょっと楽しみにしててね。お、誰もありがとうございます。一応待っててください、じゃあ。イエイ、電話待機中。はい、じゃあまずね、一人目に電話をかけてみたいと思います。やっぱりね、ここはちょっとテンションを上げていきたいと思うので、ちょっとあるあの子にね、まあちょっとかけていきたいかなと思います。あれ、ちょっと一回スピーカーの許可を取りますね。あ、もしもし？もしもし？もしもし？聞こえる？待って、聞こえない。あ、もしもし？あ、よかったよかった。もしもし？スピーカーにしても大丈夫？はーい、じゃあ、あ、聞こえる？あ、みんなに聞こえるか。オッケー。じゃあ名前を言ってください。はい、佐藤かいりです。イエーイ、かいりでした。そう、みんなの大好きなかいり。イエーイ。はい、じゃあかいりにね、質問をしていきますね。はい、はい、じゃあゆうの第一印象をお聞かせください。ゆう？うん、なんかでもゆうさ、うん、すごい都会から来たイメージって言った。どういうこと？うん。なんかもうさ、うん、すごい最初からさ、なんだろう、うん、結構前髪さ流してるイメージで大人っぽくって、うん、なんか、え、二個下？今私の。そうだね、二個下に見えなかった。本当？そう、前髪かな、多分前髪かな。大人の印象があったかもしれん。めっちゃ嬉しい、ありがとう。じゃあ次は、
今の印象はどうですか？今、うん、今私そのなんだろう、顔がすごいタイプ。いや普通に嬉しい、めっちゃ。なんか本当にさ、もともと可愛かったけど、うん、垢抜けたというかさ、見るたびにさ、あとダイエット痩せて、そう、ストイックにさ、そういう風に頑張ってるのとか、うん、こう知ってるから、うん、なんかすごい、ガラッと変わりました。嬉しい。まさかカイリちゃんからこんな言葉が出ると思う。いや、なんかね、カイリ、あれなんだよね、ちょっと意味わかんない LINE をね、たまに送ってくるんですよね。わかる。ね、可愛くって。めっちゃ嬉しい。そう、なんかユーの755見てね。なんか可愛いって送ってきてくれるんです。めっちゃ嬉しいです。聞こえなくなっちゃった。聞こえなくなっちゃった。はい、あ、大丈夫大丈夫だ。次の質問いきますね。はい、お願いします。はい、じゃあユウの好きなところを教えてください。ユウの好きなところ、うん、どうだろう、結構振り切るところ。なんかさ、こう、うん、一緒にいる時間がさ、公演とか増えてきた時にさ、うん、絡んでくれたり、うんうんうん、その MC が一緒だっていうのもあって、絡んできてくれたり、なんかそう振り切ってさ、こう、うん、変顔とかふざけてるのとか見ると、うん、なんか私も元気になる。嬉しい。でも多分、はい、カイリの方が振り切ってると思うわ。そう。そう、それかな。うん、ありがとう。はい。じゃあ最後の質問です。はい、ゆうは直しですか？直しかな。うん、じゃあ二押しかな。二押し？オッケー、ついた。かわいい、ありがとう。かえりは。全然こちらこそありがとう、うん、イベント頑張ってね。ありがとうね、ありがとう。じゃあまた連絡するね。はい、ありがとう、うん、じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。はい、一人目はカイリでした。イエーイ。そう、なんかカイリちゃんとかカイリとかなんかどっちも呼んじゃうんですよね。そうね、一押しは誰なんだろうね。多分ひなたかな。それかはるか。なんか最近あの3人でさ、めっちゃイチャイチャしてるんですよね。そう、本当に羨ましい限りでございます。はい、ちょっと時間大丈夫だね。いたね。あ、はい、じゃあ、カイリから来た？ありがとうって。あ、本当だ、ユウありがとうだって。カイリ、こちらこそありがとうございます。はるかじゃないよ。はるかじゃないの。はい、はるかじゃないらしいですね。はい、じゃあ次の人にね、かけていきたいと思います。ちょっと時間がね、怖いから。あ、もしもし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 、あれ？あ、聞こえる？あ、スピーカーにしていい？はーい。はい、じゃあいいですか？あなたの名前を教えてください。はい、ほら、ひなたです。イエーイ、こんにちは。ひなたです。なんか久しぶり。こんにちは。ね、久しぶり、うん、ね。そう、ちょっと忘れてて、忘れてて、うん、電話来ること。わかる、なんかバタバタしてるなって思った。そう。はい、じゃあ何個か質問をさせてください。はい、はい、じゃあゆうの第一印象をまず教えてください。ゆうの第一印象、うん、でもオーディションの時から、うんうん、なんかもう 目に入ってて、ユウは本当に、うん、本当に
なんか顔が好みだったんですよ、まず第一印象。嬉しい。うん。ユウの顔質がすごく好きで、うん、あの子可愛いなって思ってたのが第一印象。うんうん、めっちゃ嬉しい。はい、じゃあ、うん、今の印象は？今の印象は、うん、まあでも、やっぱいつも一緒にいるから、うんうん、すごく一緒にいて楽しいし、うん、やっぱり、あの、最初と変わらず顔が好きだなって思います。うん、嬉しい。ありがとう。へぇ。なんかね、ひなたね、可愛いって言ってくれるんだけど、おしめはしてくれないんですよね。違う。ズボシズボシ。はい、じゃあ、はい、結構好き好き言ってくれてるんですけど、ゆうの好きなところを教えてください。好きなところ？うん、好きなところ。うん、まあ、一緒にいるから、うん、やっぱ喧嘩とかしちゃう時もあるんですよ。そうね。うんうん、でもそれでも なんて言うんだろう、やっぱいつも一緒にいて楽しいし、うん、喧嘩することもやっぱりなんか、うん、喧嘩する上でどんどん仲も深まってるし、うんうん、確かに、なんか本当にこれからもずっと一緒にいたいって思う楽しさというか、うん、ねえ、めっちゃ嬉しいんだけど。やばい。一緒にいたい、これからも。ユーモだよ。ずっと一緒にいたい。そうね、わかる。よく言ってるよね、なんか、うん、先に卒業しないでねとかね、言ってるよね。わかる。はい、じゃあ次が最後の質問なんですけど、これは聞かれたくないかと思うんですけども、はい、私は直しですか？どうすればいいんだろう。いや、ひなたむずいね、これは。待って、悩んでるんだけど。わ、ね、うん、かったわかった。うん、大好き、友情、うん、一緒にいたい、うん、大人になっても、うん、一緒に住みたいレベル一押し。意味わかんないんだけど、声枯れちゃった。はい、またなんか新たなね、推しが作られたということで、はい、私は新しい枠です、はい、そう、一緒にいたい枠一押しです。うん、はい、わかりました。ありがとう。いいよ、全然。はい、ありがとう。よかった、一押しで。頑張ってね。あ、ありがとうね。うん、一押しで。バイバーイ。はい、ありがとうね。はい、ありがとう。バレー。はい、ありがとう。バイバーイ。はい。なんか、いろいろついてたんですけど。まあ、一押しということでね。まあ、よかったです。はい、じゃあ次がちょっと時間もないので、ちょっと最後のメンバーなんですけど、早速ね、かけていきたいと思います。あ、もしもし。スピーカーにしてもいいですか？はい。はい。じゃあ、名前をお願いします。はい、佐賀美梅です。こんにちは。ゆうちゃんの一押しです。自分で言っちゃった。違う。一押しだよ。え、本当に？え、嘘でしょ？え、わかんない。でも、押しって決められないよね。じゃあ、一押しでよろしくお願いします。はい。じゃあ、お願いします。はい。はい、じゃあね、ゆめたんに質問をしていきたいと思うんですけど、はい、はい、お願いします。はい、じゃあゆうの第一印象をお聞かせください。ゆう、え、待って、ゆうの第一印象、うん、え、わかんない。え、待って、ちょっと待って、でも、うん、あのさ、待って、え、2回目ぐら
にいた時に、うん、すごい熱いハグを交わしたのは覚えてる。あ、わかる。っていう印象しかない。確かにね。覚えてる、ユウもそれは。覚えてるよね。覚えてるよ。懐かしい。夏いね、それはマジで。はい、じゃあ次ね。はい。今の印象。今の印象？うん。え、なんだろう、ロバ。ごめん、あのね、うん、なんだろうな、ちっちゃいもんクラブを引率してる先生みたいな、うん、マジ先生、うん、やっぱそうだよね、なんか、いやでもね、うん、でもね、ちっちゃいもんクラブだけじゃなくて研究生も押してほしいなって思ってる。あー、そうだね、うん、ちっちゃいもんクラブ研究生をね、うん、そうだね、やりたいよね。ありがとう、よろしく。私が、はい、わかりました。じゃあ引率できるようにあ、お願いします。頑張りますね。はい。はい、じゃあ次ね。はい、ユウの好きなところを教えてください。え、待って、待って、いっぱいある。本当？うん、え、でもね、うん、一番好きなところは、うん、夢のことが大好きなところ。かわいい。もうやばい。今のこと大好きでしょ。大好き。え、そこが好き。なんでわかんの、ゆうが大好きって。見てたらわかるわ。そう、大好きなの、本当に。ありがとう、嬉しい。ラブ。やった。かわいいんだけど、めっちゃ。でもね、努力家のところも好きだし、かわいいとこも好きだし。え、なんだろう。嬉しい。でもね、富永ゆうの存在が好き。何それ。なんて言えばいいのかわかんない。やばい。ねえ、それもちろんカップルじゃんね。やだ、もうこの先これ以上褒めない。なんで。ちょっとカップルは嫌みたいですね。はい、じゃあ次がね、最後の質問なんですけど、はい、ゆうは何推しですか？ん？ええ？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 ま、17。え？待って、最下位なんだけど。自分を含めて、それなんだって。自分何推し？自分一押し。やば。嘘。みんな、え、みんな選べない。選べないよね。みんな一番。わかる。みんな大好き。ありがとう、DD ですね。はい。はい。ありがとうございました。うん。じゃあまた、ね、うん、ありがとうね。見てるよ。あ、本当ありがとう。うん、嬉しい。聞いて、さっきね、うん、さっきね、あのね、ユウの配信早く見に行きすぎてね、うん、一瞬壇上に登っちゃって、恥ずかしかった。言われてた。恥ずかしい。ありがとう。頑張ってね。うん、ありがとうね。バイバーイ。バイバーイ。はい、ありがとうございました。3人にね。カイリとひなたとゆめたの3人に協力していただきました。ありがとうございます。はい、それではもう時間もないのでね、はい、一瞬ワキワキ体操をします。はい、キャッチフレーズをします。いないいないエクボ、私のエクボにゆえもハマっちゃうぞ。ハマっちゃいました。ありがとうございます。お、ゆめたんがありがとうって、ありがとう。皆さん、ギフトとコメントとカウントありがとうございます。ちょっと声が枯れちゃった、嬉しすぎて。はい、みんなにね、たくさん褒めていただいてすごい嬉しかった。頑張る、ありがとう、みんな。そう、ちょ、巻き巻きでやばい。でもあと1分残ってます。よかった。ありがとう、めっちゃ嬉しい。ハマっちゃいました。お、ありがとうね。はい、じゃあ時間になったのでね、次は15時半からです。よろしくお願いします。バイバーイ。